はい、ニュージーランド、ニュージーランド、ファーウェイ不許可。はい、ファーウェイ不許可ですよ、ニュージーランドは。ファーウェイって知ってますよね。ファーウェイというのは中国の、電話機です。携帯電話作ってる会社、ファーウェイと言います。ニュージーランドでは中国製の、中国のファーウェイ不許可。読んでいきます。ニュージーランド政府は28日、同国大手通信事業者のスパークから出されていた、高速大容量の第5世代、移動通信システム、中国通信機大手のファーウェイの製品を使う計画を退けた。ロイター通信が伝えた。現地メディアによると、スパークは国家安全保障上の重大な危険。国家安全保障上の重大な危険ですからね。を理由に当局から28日、不許可を告げられたと説明。ファーウェイ製品の使用は断念したが、2020年7月からの 5G 通信網立ち上げは計画通り進めるとしている。隣国のオーストラリア政府も今年8月、同国の 5G 通信網の整備にファーウェイや同じく中国通信機器大手の、ZTE の参加を禁止する決定を下している。アメリカ、ウォールストリートジャーナルは今月22日、不正な通信傍受や意図的な遮断など安全保障上の脅威にさらされかねないとの懸念から、アメリカ政府が日本など同盟国に対し、ファーウェイの製品を使わないように求める説得工作を始めたと報じていたと。ファーウェイ。はい。中国の、まあ、携帯電話を作ってる会社です。ファーウェイ。もう、ニュージーランドと、オーストラリアではファーウェイ禁止のお知らせが出てるわけですよね。ところがどう今日本でテレビつけるとファーウェイのコマーシャルしてるでしょ。でドコモって出るわけです。ドコモファーウェイというか、なんでわざわざ、だってね、 iPhone もあれば Android もあれば日本でね、いろいろな会社が作ってるわけじゃないですか。なんでドコモがファーウェイを導入するのよ。何か仕込まれてるに決まってるでしょ。何もないわけがないんだよ。中国共産党がどういう存在か、ね、とにかく国民のあらゆる情報を総まとめに集めてですね、国民を徹底監視体制に置く。これが中国の方針ですからね。いや、ファーウェイ、こんなもん日本人がみんな使うようになったら、日本人も中国共産党の監視下に送られんのと、置かれんのと一緒ですからね。いや、これ、絶対ないから。いや、もう、ファーウェイ使ってる人ともう僕は友達になれないね。だって、会話、共産党に筒抜けかもしれないよ。ちょっとファーウェイ使ってますって人とちょっと日本人だと付き合えないね、本当に。もう最悪最悪。どこも何やってんの？絶対なんか入ってるに決まってるだろうよ。おかしなもん。あ、そうそう。映画スノーデン見るとよくわかるよ、本当に。ファーウェイはありえないでしょ。これどこもだけ？ AU もあんの？ありえないわ。だってニュージーランド、ファーウェイ中止のお知らせですよ、今読んだの。しかもオーストラリア中止してんだよ。なぜって、国家安全保障上の重大な危機よ。だからニュージーランド国民をね、中国共産党のね、監視下にさらすわけにいかんという決断でしょうよ。まあね、あ、そうそう、端末じゃないよって、これは通信システムだから、別に端末の話じゃないんだよ。同じことやってるんですよ。通信システムだってね、いざとなったら勝手に遮断とかなるかもしれない。で、端末だって、これね、もし中国が悪意を持ったね、例えば情報を抜き取るとか、音声を勝手にね、抜き出してるとかね、もしくは位置情報を全部共産党に通知してるとかあるかもしれませんよ。だからもう通信技術、インフラそのものもそうだし、携帯電話もそうだし、こんなものをですね、中国のファーウェイとか、ありえないでしょ。もう最悪ですわ。なんでドコモファーウェイ売ってんのよ。ドコモって言ったってそんなねえ、ダメっしょ。他に売るもんなかったのかね。安いのファーウェイって。
安くない。へえ、意外と安くないんだ。性能悪い割に安くないんだ。監視されておきながら安くないんだ。多分君が見た感じ。もうやめた方がいい。だってアメリカもね、もうやめなさいって言ってるじゃん。不正な通信傍受や意図的な遮断など安全保障上の脅威があるってアメリカも言ってんだよ。だからあとそれからもう中国のパソコンとかさ、中国のアプリとかさ、絶対何か入ってんだよ。だって共産党が情報を集める手段でそういう企業を使ってるわけだから、ね、だからね、中国のパソコンとか中国のアプリとか、もう中国の携帯とかもう最悪最悪、もうそういう人とは僕は友達にならない。ちょっとまあいくら、わざわざファーウェイなんか売る必要あるかね。わからんね。同じように並んでる。そう。